皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に楽しく普段着物を楽しみたい、そんな私のチャンネルとなっています。はい、ここ最近の動画ではちょっと音声なしの動画でお送りしていたのですが、まあどちらがいいかなと思いながらも、まあちょっと交互にやっていこうかななんて思っています。はい、先日まで息子たちは春休みだったんですけれども、3月の終わりから4月の頭の方まで福島に帰ってきました。はい、その時の様子なんかをお送りしたいと思います。はい、まずはこちらなんですけれども、福島に帰ったら行ってみたいなと思っていた会津にあるサザエ堂というところになります。見ていただいて分かる通り、すっごく不思議な建物の作りなんですよ。はい、こういった感じで階段とは言わないのを登っていきまして、降りていくと最初に入ってきた入り口とはまた違うところに出る不思議な建物となっています。私は福島まで高校卒業するまで住んでいたんですけれども、すぐね東京に上京してしまったので、意外と福島の知らないところってたくさんあるんだなと最近はしみじみ思っています。まあ、帰ったついでにね、行ってみたいところはいろんなところで行ってみたいと思います。会津名物のソースカツ丼を食べまして、日は変わりまして、こちらはですね、また行ってきましたよ郡山にあるリサイクルショップオーディンに行ってきました。はい、こちらのオーディンはリサイクルショップなんですが、まあ、見ていただくと分かる通りこんなにね、着物の取り扱いもしてるんですよ。はい、すごいですよね。本当に訪問着とか薄物もありましたし、浴衣なんかもありました。最近ではブックオフでも着物をたくさん取り揃えているお店もあるみたいなので、ちょっと探して行ってみたいななんて思っています。はい、まずは、とりあえず着物を着てみたいと思った方はですね、こういったリサイクルショップに行きますと、すごくお安くですね、多分すべて揃います。これなんかも薄物なんですが、朝顔ですごく可愛かったです。ちゃんとね、薄物の着物もありますし、薄物用の長襦袢なんかもありました。はい、そしてですね、私、商品の中からコーディネートを組んでみましたなんとね、この着物ちょっとね、有機っぽいんですけれども、なんとね、オーディンの中ではちょっと高めの1万円でしたね。はい、はい、草履が待ってないという方でも安心してくださいこういった下駄とか草履もたくさんありましたので、本当に足のつま先からてっぺんまで揃います。そしてこちらは猪苗代にあるアンティークショップに行ってきました。はい、すごくね、こちらおしゃれなものがたくさん揃っていまして、アンティーク好きの方にはかなりおすすめです。そしてですね、私はちょっとね、母のお部屋に置くアンティークの棚を、買ってあげましたというか、はいうちにある和ダンスと交換ということで買わせていただきました。はいはい、そして私がとっても楽しみにしていた福島に帰ってきた理由はこちらです。以前の動画でもご紹介させていただいた郡山駅にあります呉服屋さん野田屋さんで扱えた着物をお迎えに行ってきました。はい、こちらはですね、念願の墨黒の小千谷縮みとなっています。はい、いやー、もうこの渋い渋好きの私は大好きですね、この色。ずっとおじや縮みをあつらえたくって、
まあなんといっても関東はすぐ暑くなりますし、夏が長いですよね。なので自分のマイサイズのね、おじやちぢみがとっても欲しかったので、今回は野田屋さんであつらえさせていただきました。はい、そしておじやちぢみ、夏着物なんかに、合わせても可愛いような帯の反物も何点か見させていただきました。夏の着物ってね、とっても暑くて着るの大変なんですけれども、私着物の中で一番夏着物が好きなんですよね。なんかこう涼しげで大人の余裕のある着物姿の女性に憧れております。もともとねこの墨黒の色が好きなんですけれども、東京はですね本当に9月の後半まで暑い日が続きますので、そんな時にもね着ていてもちょっと寒々しく見えないような色のおじやちぢみが欲しかったので、とっても大満足でございます。また福島でいただいたお着物なんかもありますので、それはまた次の動画なんかで紹介したいと思います。はい、ということで今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。